朗読アルジャーノン・ブラックット作「オリーブの実」オリーブの実が一つホテルの食堂の輝く寄席張りの床を自分の席に向かって転がってくるのを見て彼は思わず笑い声を上げたただっぴろい大食堂で 彼のテーブルは他の客から離れたところにぽつんと据えられていた一人客なので一人で座っていた彼の方に転がってきたオリーブの出所であるテーブルは少し離れたところにあって角度からして彼の方には転がってきそうにはなかったしかしながら卵型の汁気の多い果実は床の上を ココロコロと転がりながら一二度迷ったのちとうとう彼の靴に当たって止まったのだったそれは誘うような色みがけるとすら言っていいような雰囲気を漂わせていた彼は身をかがめてそれを拾い上げるとその出発点であるテーブルについた若い娘を意識していささか気取った手つきで皿の脇の 白いテーブルクロスの上に置いた彼が目を上げると娘と目が合い彼女もまた笑っていてしかしこちらは気取ったところなど全くない屈託のない笑顔だったオードブルーを取る際に手元を誤りオリーブの実が一つポンと飛んでいってしまったのだ娘は男がそれを拾い上げて 皿のの脇に置くのを見ていたそこでその目はふいとそらされ彼女の母親に向けられたものといたげにその一幕は終わりを告げたしかしその小さな楕円形の汁を多く含む果実は男の皿の脇に残され彼はそれを手で持てそんだ孤独な食事が終わるまで 時折思い出したように手を取っては指の中で転がした彼は隙を見てそれをごっそりとポケットに忍ばせたあたかもわざわざ拾い上げたのだからせめてこれくらいはいいだろうとばかりになぜそうしたのかは神のみぞ知るところだが彼はさらにそれを自室に持って帰り双眼鏡売り気の煙箱入れ インク壺パイプろうそくなどの散らばる大理石のろ棚の上に置いたともかく彼はそれを取っておいたみずみずしくつややかで卵型の果汁豊かな小さなオリーブの実をホテルの休憩室は窮屈で苦手だった食事が済むと上着を脱ぎ足を椅子の上に乗せて のんびりと一服した。フロイトを読み進めたり書きたくもない手紙をいつしたためたりして10時になったらベッドに入ったしかしこの夜はあのオリーブの実がずっと頭の中を転がっているような感じだった段落と段落の間を行と行の間をコロ,コロ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 と転がっていた 再現なく出てくる著者お得意の感情複合やら抑圧された欲望などへの関心よりも、この果実の方がずっと生き生きとして確かなものだった。本当のことを言えば、彼は床の上をこんこんと跳ねるオリーブの向こうに、あの笑顔の娘の瞳を見ていたのだった。母親に、 見とがめられる前に彼女が見せたあの笑みは何とも自然でのびのびとして親しげだった明日の朝には近づきになるきっかけになるかもしれない笑みだったそううまくいくものか旅先での行きずりの恋が芽生えるのではそんなことを思うと彼は体中がゾクゾクするのを感じた 娘は見たところ陽気な感じの女性で幸せそうな遊び相手を探しているようなちょっといたずらっぽい顔をしていた彼女の母親はこうした大ホテルの宿泊客のほとんどがそうであるように病人だったあの若い霊場はその親孝行で辛抱強い娘だった親子はちょうどその日に到着したばかりのようだった 笑顔には人柄が出るものだ。彼はそう思いながら眠りに落ちコロコロと自分の方を狙って転がってくる卵型のオリーブの実の夢をコロンコロンと転がるそのぎこちない動きを見守りそれから顔を上げ彼と目が合って笑う若い娘の夢を見たその夢の中でオリーブの実は意図的に巧みに その行き先の定まらぬ旅路に送り出されたのだったそれはその娘からのことつてだったもちろん彼は母親が娘の粗相をたしなめつつこうささやいたことは知らなかったほらまたこの子ったら名前の通りオリーブを見たら変なことばかりするんだから彼はまだ若く 透明インクやその類の不思議な紅葉に対する科学知識を買われて戦時中の検察局で5年間ろくに休みも取らずに働きに働いたが終戦を迎えてからイタリアのリビアラに魅力を感じて2ヶ月の休暇を取ってやってきたのだったそこを訪れたのはこれが初めてだった太陽と黄色いミモザの花と 青い海とまぶしい空が彼を誘った為瀬相場も随分と有利だったいざ来てみると素敵な土地だとは思ったがいくらか閑散としてもいたしかしながら彼は洋光と物価の安さに惹かれそして今さらここよりも心地よく楽器のある場所を探す気力もなくて。 この地にだらだらと投していた。オリーブの子たちを散策しヤシの木の並ぶ海岸に座り店を訪れては物価の安さについついいらない買い物をした週ごとの支払いには大層な額のチップをつけ後で計算してみてたったの数ペースの支払いだったことが分かって一人でクスクス笑ったりオリーブの木陰に寝転んで 何時間も読書をしたりしたオリーブの子たち一日の暮らしの中でオリーブの木を見ない日はなかった散歩に行っても遠足に出かけても海辺をブラブラしても買い物に出かけても行く先々には決まってオリーブの緑色があった故郷に送る絵はがきを買えば片隅に必ず オリーブの木々が描かれていた。この土地全体がオリーブの木立ちで埋め尽くされ人々の収入と生活とはこの野放図に生い茂る木々の上に成り立っていた丘の上の村は屋根までオリーブの木立ちに埋もれていたその木々はホテルの庭園にまで浸食していた旅行案内は オリーブの子たちをこれでもかとばかりに褒め村人たちも遅かれ早かれ口を開けば必ず会話の中に必ずその名を口にしたその口ぶりも熱が入っていた「私たちのオリーブの木々はお好きですか?」「そうですかきれいですか?」はじめのうちは大抵の人はがっかりするんですでもだんだんしっくりくるようになるんですよ 本当ですね。よかった気に入ってもらえてオリーブの木って優雅さの体現だと思うんです風が吹いて斜面いっぱいの葉が裏返る光景なんかどうですあれは壮観でしょうあれを見るとオリーブ色という言葉の意味がわかりますそうですね彼はため息交じりに答えたとはいえ やはり食べてみたいですね。そのオリーブの実をああ実をねなるほどでもそう簡単にはいかないんですというのもここのもちろん彼はおなじみの回りくどい説明にうんざりしてこらえきれずに割って入ったそれでも実を食べてみたいんです味わってみたい というのもすでに6週間も滞在しているというのにこれまで一度も食卓にも商店にも市場の荷車にすらオリーブの実を見たことがなかったのであるもちろん口にしたこともなかったこれだけそこらじゅうにあふれているにもかかわらずオリーブを売っている者はいなかった買う者も,のも求める者も,もいなかった誰もオリーブなど 欲していないなかのようだったその木を近くで見てみると黒っぽい色の小さな果実がびっしりとついていてそれはオリーブという名と結びつくあの汁気の多いビ味で香ばしい果実よりもむしろスピノサスモモに似ていた男たちはオリーブの幹に登り重くしなだれた枝を揺らしたり長い竹竿で叩いたりして身を落とし 女や子供たちはその舌にしゃがみ込んで落ちた果実をカゴに入れその日の収穫分をロバやラバに積んだりして何時間もアクセクと働いているしかし食用のオリーブは手に入らない彼はこれまでとりわけオリーブを好きだと思ったことはなかったが今はその果肉に歯を立ててみたいと心の底から願っていた いや、でも食用になるのはスペイン産のオリーブなんですよ。バーゼルから来たドイツ人の給仕頭は説明した。ここのオリーブはみんんなな油になるんです。それ以降彼はいよいよオリーブが嫌いになった。あの世この地に来て初の食べられるオリーブの実がピカピカのヨセキバリの床を転がってくるまでは。 その身を飛ばしたそそっかしい手の持ち主である若く美しい娘が顔を上げて彼の目を見つめ微笑むまではきっとイブもこれと同じようにこの世界に生まれた最初の庭園のエメラルド色の草原でアダムめがけてリンゴを転がしたのだと男はそう確信した手に入りそうで入らない果実に対して おそらくは意識下に漠然と積もり積もっていた不満が瞬く間に喜びの源泉に恋の象徴に変わったのだった彼はいつも死人のようにぐっすり眠るその彼がハッとして目を覚ましベッドに体を起こしたのだから何か非常に緊迫したものを感知したに違いなかった 扉の向こうで音がした。彼は聞き耳を立てた。部屋は相変わらず真っ暗だった。創業だった。音はもう聞こえなかった。誰です彼は眠たげなささやき声で尋ねた。何ですか誰かが扉をひっかいていた。 いやそっとノックをしているのだ何か用ですか前よりも大きな声で尋ねどうぞと言葉を続けながら彼は寝ぼけた頭で人前に出られる格好をしているかどうかと考えたホテルが火事になっているかあるいは客室係が早朝に遠出する他の客と間違えて起こしに来たのだろう 何も起こらなかった。今やパッチリと目を覚ました彼は電気のスイッチを入れたが部屋は暗いままだったそういえば電気技師たちがストライキ中だったことを思い出して舌打ちをしたマッチを手探りしていると廊下ではっきりと聞き取れる声がした「まだなのねぼすけさんね」。 初めて聞く声だったが彼はその時ふとまだ聞いたことがないのでそんなことがわかるはずはないのだがそれがオリーブの実を落としたあの娘の声であることを悟ったすぐさまベッドから出てろうそくに火を灯した今行くから小声で返事をしながら急いで手近にあった服を身につけた。 待たせてすまない。もうすぐだからじゃあ早くして廊下から声が聞こえゆっくりと広がってゆくろうそくの日明かりの中服が見つかった3分後彼はろうそくを手に扉を開けて暗い廊下を覗き込んだ「決して」「うもを言わせぬ調子のささやき声がした」 彼はそれに従おうとしたがそれよりも早く赤い唇が暗闇の中に現れ「ふー」という音がして炎はかき消された「世間の目があるんですからもちろん誰にも見られてはいけないわ」声の主の顔は闇に消えたが彼はそれが誰のものであるかを悟った「つやめく肌」 キキラキラ光る切れ長の目甘いと息が彼の方にかかったろうそくが素早く的確な動作でその手から奪い取られたそれが床に置かれる際に板張りの壁に当たるコツンという音がした彼は真っ暗な廊下に足を踏み出しすると柔らかい手に手をつかまれて 裏口を通ったのだろうか外に連れ出されやがて目の前にはホテルのすぐ裏手にあたる丘の斜面があった星が見えた早朝のひんやりとしてかくわしい空気に目がさえて眠りの残傷も吹き飛んだここまで彼は寝ぼけた頭を困惑させながら 言われるままに何も考えずに従っていたがこの時になって突然自分がとんでもないことに足を突っ込んでいることに気づいた何やら薄い布のようなもので頭と体とをすっぽりと覆った娘は1メートルほど離れたところに立っていてその姿は夢の中から忘れられた世界の眠りの中からあるいはほとんど伝説の中から 出てきたた。かのようだった優雅な靴先だけがちらりと覗いていた薄着布のようなマントを透かして優雅なドレスがうっすらと見えたそよ風に吹かれて布地が体にぴったりと張り付いていた彼はいい方風の性を思ったその 寝ていなくていいのかい彼はまぬけな質問をした相手をいさめようと自らの愚かな請求さを謝ろうとそしてすぐに引き返さなくてはならないと年若い娘を叱るうとしたのだったその代わりに出てきたのがこの言葉だった彼女は一晩中起きていたようだった彼は ししばし立ち尽くしたままその目に困惑と疑問等をたっぷり浮かべて娘の姿に黙って見入っていた星を見ていたの相手の頭の中の声に答えるようにそう言うと彼女は幸せそうに笑った「ホリオン座が地平線に触れたわだからすぐにあなたを迎えに行ったのよ」。 もうたったの4時間しかないわ娘の声その微笑みその瞳オリオン座の話すべてが彼を夢中にさせたその心の中の何かが殻を破って奔放に向こう水に星々めがけて飛んでいった以降大熊座が傾く前に アルキオネはもう消えかかっている僕の用意はできたさあ娘は笑った風に吹かれて薄着布中いがめくれ象牙のように白い2本の足がのぞいた彼女は再び彼の手を取り2人で一緒にその先にある森を目指して険しい丘の斜面を駆け上がった ほどなく大きなホテルも別荘も現地の人々や旅行者たちがまだぐっすりと眠っている小さな町の白い家々も視界から消えた遠くの空が二人を迎えるかのように降りてきた星々の光は薄くなりつつあったがしかし夜明けの確かな兆しはまだ見えなかったみずみずしい空気が 二人の方にじんじんと染みた濃厚の天球がゆっくりと明るくなってゆき東の空が荒色に染まった木々の輪郭がくっきりと浮かび上がってきて銀色を帯びた緑の羽らがさざめいた二人はオリーブの木立の中にいて木々の生たちが踊っていた 遥か下方に見える深い色の水面はいにしえの海だった遠くに浮かぶ漁船の小さな点々が見える漁師たちは夜明けを迎える歌を歌い丘のあちこちに張り出した庭園でミモザの花の中に遊ぶ鳥たちがその歌声に応えるようにさえずり声を上げたまるでしがみついてくる地面を 離れようととするかのごとく、枝と幹を苦しげにねじ曲げた一本の古い木の下で二人はようやく足を止めて一息つき幸せな夢を見るような目で見つめ合った「すぐに分かってくださったのね私のあのささやかなことづけを」「あなたの目と耳を見た時きっとそうだと思ったの」 そう言って娘はその2本のほっそりした指で彼の耳をつまみそれから柔らかい手のひらを目隠しをするようにそっと彼の目に当てた「とにかくあなたは半分半分ではあるわね」。娘は品定めをするように彼を上から下まで素早く見回し「まだ完全ではないけれど」。 と、そう言って白い小粒の歯を見せて笑った「遊びは心得ているしそれはそれでなかなかのものだわ」さらに言葉を継いでそれから独り言のように「私と別れる前に完全になっているわね」「僕が?」彼は、 どどしく言った。娘の顔を見るのが怖かったまだいくらか相手に歩み寄ろうという気持ちでいた彼は困惑し彼女が何を言っているのかわからなかった彼にわかるのはただ自分の血の中を流れる生命の力が増し募っていくことそして娘の目に見つめられると心が乱れることだけだった。 リーブに植えていたんでね。それにしてもずいぶんとうまくやったものだああそのことね娘は髪をはだりと前に垂らしたまま彼を見つめた「まだ持ってるわよね」もちろんろだナの上に「本当にまだ食べていないのね」 そう言って娘は赤い唇を動かして愛らしく食べる真似をしてみせた小さく先の尖った舌先がちらりと覗いた大切にするよこの両腕に生命が宿っている限り彼は装置いを立てそれからちょうど姿勢を低くして逃げようとした娘を捕まえて口づけの雨を降らせた。 やっぱり遊びたかったのね抱きしめていた体を離すと娘は息を弾ませながら言ったでもよかったわ他の人が取る前にあなたが拾ってくれて他の人だってそれは神々がお決めになることなのほらオリーブって卵みたいな形をしてるでしょ だからまっすぐには転がらないのそう言って彼女は不思議といたずらっぽい捉えどころのない顔をした彼は娘を見つめて尋ねたじゃあもし別の方向に転がっていたらそれで誰か他の人が拾っていたら今頃私はその誰かさんと一緒にいたでしょうね そう言って彼女は今度は彼に捕まえられる前に駆け出しその先にあるオリーブの木立の中でその鈴の音のような笑い声がからかうように響き渡った彼はすぐさま起き上がってその後を追いかけた旧世界の木々の合間を出入りする彼女の髪を風になびかせ軽やかに疾走するほっそりと白いその姿は さながら一条のまぶしい陽光があるいは急流をさっとよぎる白い泡のようだったようやく彼は娘に追いついて地面に膝をつかせ激しく接吻を重ねながら自分が誰でありどこにいて何者であるのかも忘れた<ー>一方の腕を相手の首に回したまま 彼女は息を弾ませながらささやいたみんなの足音が聞こえるほら笛の音だわ笛の音だひそかなしかし甘美な震えを自覚しつつ彼は間の言葉を繰り返した娘がその言葉を口にした時彼の体に「 突然、寒気が走った。彼は娘を見つめた。だらりと垂れた髪が厚い口づけに、笑い色にほてった頬にかかっていた。瞳は穏やかな表情をたたいながらも、キラキラと狂おしいほどに輝いていた。耳をすませる彼女の横顔に、一瞬彼の血を凍らせるほどの、 異様な表情が浮かんだ開いた唇白い小粒の葉ほっそりとした象牙のような首嵐のように激しい抱擁を受けて上下する若々しい胸この世ならぬ美しさと輝きを備えているようでいながらこの奇妙で冷淡な表情は彼の魂に触れて 突然の恐怖を呼び覚ました彼女はゆっくりと振り向いた。君は何者なんだ彼はささやくような声で尋ね相手の返事を待たずにはねるように立ち上がった。彼は若く俊敏だった。体を鍛えている者ならではの筋肉の反応の速い。 仏教な体を持っていた。しかしそれでも彼女にはかなわなかった彼女の素早さと俊敏さはあっさりと彼のそれを凌駕した娘がひととびした彼が逃げ出そうと一歩を踏み出すよりも早く柔らかくしなやかなその腕と足を彼に絡め彼がその重みに耐えかねて 地面に崩れたところへ唇をを重ねてて言葉を封じてしまったそうして娘は再び彼の腕に体を埋めその髪で相手の目を覆い胸の鼓動を重ね合わせてそして彼は疑念を忘れちっぽけな不安を忘れ自らの知るこの世界そのものを忘れた。 みんなが来たわみんなが来たわ。娘ははさいだ声をあげた夜明けが近いわ心の準備はできてるかしら5,000年も前からできているさ彼は答え娘の隣で飛び起きた「完全になったのね」 はじけるようなその笑い声はさながらオリーブの木の葉を揺らす風のようだった薄着布の衣を脱ぎ捨てて一糸まとわぬ姿になると娘は彼の手を取り2人は丘のてっぺんの木々の下で踊る群衆めがけ肩を並べて斜面を駆け上がった彼らの幸せそうな歌声が空を満たした 様々なつる草を絡ませ銀色を帯びた緑色の木枝を引きずりながらあふれんばかりの命の輝きで山の斜面を染めていったゆっくりと彼らははるか大名の争点に溶け込んでゆきそして最後の人影が消えるとともに紫昆の海から朝日がゆっくりと顔を出した。 彼らは地震によって無人となった村にやってきてすると彼の記憶の水面にひそかなさざ波が立った過去にこの地を訪れ崩れゆく壁に囲まれてサンドイッチを食べた記憶それは彼自身のものではなかったしかしながらそこにはおぼろげなもどかしい親近感があった たた。だだだそれだけだった家々はまだ立っていたがそこに住んでいるのはハドたちでありイタチやおこじょやヘビが古びた寝室を仮のねぐらにしていた20年ほど前には農夫たちでにぎわっていた幅の狭い通りに今は朝日が差し込みひんやりとした風が朝中に濡れたやぶきの中を吹き抜けていた。 知ってるわ娘が叫んだ私たちが住んでいた家よそう言って彼女は風と陽光をまとって飛ぶように駆け出し屋根も床も窓もない崩れかけた小屋の中に入っていった野生のミツバチが反壊した壁に巣を作っていた 彼はその後を追った。部屋には日が差し込み花が咲いていた丸太作りの素朴なテーブルの上にクリームの入った器といくつかの卵と蜂蜜とバターが手作りのパンの脇に置いてあった2人は良い香りのする草や小枝のソファーの上で抱き合いすぐそばにある窓には野原が咲き 蜂たちが出入りしているその村は名をブッサーナといい地震の村として知られているある夏の朝村人たちが一人残らず教会に集まっていた時に「突然の地震に襲われたからである」「崩落した屋根で60人倒れた壁でさらに100人が死亡し」 残った,者たちは村をそのままにして去っていったこの村はその逸話をぼんやりと思い出しながら彼は言った村人たちはお祈りをしていたんだ娘は男の耳元で屈託くなく笑いそれを聞いた彼の血は勢いよく流れ 甘の喜びに打ち震えたまるで手綱を解かれたような風や獣のように自然に帰ったような気分だったとの神が自らのものをお取りになっただけ娘はささやいた彼がお戻りになったのあ誰一人覚悟ができていなかった の僧侶たちがそういうふうに取りはげらったのよでも彼は降臨された誰もがその調べを聞いたわそれからその足音がオリーブの子たちを揺らして太古の大地が踊って丘は喜びに飛び跳ねた誰もがそれを地震と呼んだそして家々は崩れ落ちた 彼は笑い声ををげ、娘をさらに抱き寄せた。「そして今私たちは帰ってきたのよ。彼をあがめて満たされるために」。登りゆく朝日を浴びながら娘は男の胸に顔を埋めた。「聞こえるわほら耳をすまして」。そう叫ぶと娘は再び勢いよく立ち上がり。 彼の隣で踊った。再び彼は風のように娘を追いかけた。割れた窓越しに裸のオファウヌスや妊婦やサテュロスたちがキイチゴや舌の茂みの中で転がったり踊ったり柔らかなひづめをゆすったりしているのを2人は見た。崩れた教会めがけて足に光と風をまとわせてかけてゆく。 弾けるような歌声と笑い声が一斉に上がった「さあ」「彼は叫んだ」「僕たちも行かないと」「手に手をつないで2人は宙返りをしたり踊ったりしている群衆に駆け寄った」彼女は走る彼の腕に抱えられ その背中に揺さぶり肩から肩へと飛び移ったやがて崩れた教会にたどり着いた屋根はとっくの昔にごっそりと滑り落ち壁は今も震えバラバラになった祭壇は巣を作る鳥たちであふれていたし娘はイフとそれでいて 閲落の入り混じる調子で囁いた彼がいらっしゃるわそう言って彼女は裸の腕を伸ばし頭を垂れた群衆の先を指さした見るとかつては生体と聖杯の収められていた壁画の狭い空間を荘厳な雰囲気と圧倒的な迫力とで満たして彼は していた「け衣に覆われたその姿は優しげにそれでいておぞましく崩れた石材に囲まれて起立していた堂々たる目には輝きとほほえみが浮かんでいたくるぶしから下はやぶに埋もれていた神よ 狂おしく怯えた声がしかし深い崇拝の念を込めて叫んだするとおさたまりの凶行がのびのように広まっていった偉大なる影は立ち上がった鳥たちは甲高い鳴き声を上げて飛び去り獣たちはねぐらに逃げ込みつい先ほどまで笑い 浮かれていた崇拝者たちは、我先に出口めがけて走った。まただ、誰が呼んだ、誰があんなのを呼んだんだ。あの足が地面を揺らしている。地震だわ。とてつもない恐怖に絹を裂くような女の悲鳴が上がった。キスして、最後にもう一度。 またすべてを忘れてしまう前に彼の耳元で笑いを含んだ情熱的なささやき声がしたもう一度その腕で抱きしめてその胸の鼓動を唇に感じさせてああ彼の力を感じているのねあなたはもう完全よもう忘れることはないわ 彼はそこで目が覚めた。分厚いシーツをかびしめていった早朝の風が投げかわしげにホテルの壁の外でうなりを上げていったあのお客はもう帰ったのですかご婦人の2人連れですが彼は2人の座っていたテーブルを指さして 給仕頭にそれとなく訪ねてみた昨日の夕食でそこの席にいたんですがどちらのお客様のことでしょう問題のテーブルを見つめながら給仕頭はポカンとした顔で答えた昨夜の夕食でございますかそう言って思案顔になった イギリスのご夫人でした。年配でお嬢さんと一緒でちょうどその時娘が一人でやってきた昼食の時間は終わり食堂はがらんとしていた一瞬ひずまりな間があった昨夜あのようなことがあった後で声もかけないのはおかしく思えた 二人の目があった。娘は火がついたように頬を真っ赤に染めた彼はイギリス人にしては随分と素早く切り出したお母上のことを聞いていたんですもしかしたらその。とここで1人分だけ用意されたテーブルを見合った。 お体の具合がよろしくないのですか?」。まあご親切にありがとうございます。そう言って娘は微笑んだ。白い小粒の歯が見えた。三日も経たないうちに彼はどうにも抑えきれないほどに深い恋に落ちていた。そうだ。彼は、 不器用に切り出した「これを返さないと君が落としたものだからね」いやその「僕がもらってもいいかいただのオリーブの実なんだし」言うまでもなく2人はオリーブの木立の中にいた夕日が沈みつつあった娘は彼を見つめた 上から下まで見回しその耳を目を見つめた今にもその手がすっともたげられその小さな手指に耳をつねられるかあるいはそっと目をふさがれるのではないか彼にはそんな気がしていた「ねえ何か夢を見なかったかい?」初めて会ったあの夜に。 娘は素早く身を退き「いいえ」と答えたが彼がそれよりもさらに素早く詰め寄って抱きしめると「見ていないと思うけれどでも」と息を弾ませつつ言葉をついた「分かっていたのあなたがオリーブを拾い上げるところを見た時から」 分かっていたってて、いた何を逃さないように相手をしっかりと抱きしめたまま彼はさらに通った「あなたがすでに半分半分ででももうすぐ完全になるって」彼は彼女に口づけをした彼女の柔らかな指に。 意味を詰められるのを感じながら。